皆さん、こんにちは、えー。週刊手帳術の著者、海野隆です。えっと、今日の、あのー、雑貫のお話は、あのー、手段か目的かっていう、ちょっとそんなお話をしたいと思うんですけども、まあ、そのね、あのー、この話をしようとしたきっかけが、あのー、ある、こう、メールマガジンを読んだときに、まあ、 えっと、質問があって、で、えー、まあまあ、読者さんから質問があったんでしょうね。読者さんから質問があって、まあ、それをこう、えっ、ー、と、メルマガの発行する人が、まあまあい、読んでこういうふうに答えましたっていう、まあまあ、そんな話で、まあ、あのメ、メルマガなんで、まあ、あなたはどう思いますかみたいな、あの、そんな内容の、こうは、話だったんですけども、まあまあ、それをこう、えー、 出題者がどういうふうな心境なのか、で、えー、回答者がどういう心境なのか、で、さらには、まあ、私がどういう心境なのかみたいな、ちょっとそんな話をしたいと思うんですけども、あの、まあ、な内容的に言うと、その、まず、その、出題者の内容が、こう、うん、手帳の使い方がちょっとよくわからないんです。なんかこう、書く方法というか、 えー、どういうことを書いたらいいんでしょうかみたいな内容だったんですね。だったんで、まあ、単純に言うと、その、ね、今日の話題は、こう、手段なのか目的なのかっていう話をすると、まあ、要は、うーん、手段の話をしていて、結果的に言うと、まあ、目的が何なのかわからないっていう、そんな、こう、内容なのかなっていうふうに、ちょっと漠然と思いましたというところ。で、あのー、じゃあ、 えー、回答者がどういうふうに答えたかっていうと、まあ、あのセオリー通りって、セオリー通りだったんですね。あの結果的に言うと、その,その出題者がその迷っているというか、あの悩んでいるのは、やっぱりこう、うん、手段のところで悩んでいるみたいなんですけども、結果的に言うと、目的は何なのかっていうのが分からないと、まあ、答えようがありません。だから ちゃんと目的をまず明確にしましょうねみたいな、まあ、そんな内容だったんですね。で、あのー、まあそれを見て、まあ、私がど,どう思ったかっていう話なんですけどもあのー、まあちょっと先にその、うん、か回答者というかまあその要はメールマガジンを発行してる人の心境的に言うとまあセオリー通りだなって 結局、まあうん、手段を考えるよりは、まず目的を考えましょうっていう、うんまあ、要はそ,のそ,そっちの目的の方が上位に来てるわけだから、目的のところをきちんと明確にすれば、手段は必然的に見えてくるはずだっていう、まあ、まあそんなことだったりもするので、まあうん、無難だなって思ったんですね。で、あの無難だなって思ったっていうことは、ちょっとまあ、 あのやっぱりっそこって「週刊手帳筆」の著者らしいちょっと <laughs> ま,あまたひねくれたあの思いがあってであの、まあ、じゃあまあね今日の本題っていうのはその、うん、手段が持ってきたかっていうところに、まあ、私がどう思うかっていう話なんですけどもあの、まあ、この手の話ってねよくある話なんであの正直なところ その手段じゃなくて目的をきちんと明確にしましょうよっていう話は、まああのー、ど,どこにでもというか、まああのー、誰でも回答できるような内容なのかなってちょっと思っちゃったりしてますっていうのは、ちょっとその人にとっては厳しいかもしれないんですけど、そんなふうに思ってますということです。であのー そもそも、その、質問をした出題者っていう人も、結果的に言うと、その、目的が分からないから、手段も分からなくて、あの、聞いてきてるわけなんで、正直なところ、その、目的は何なのか、なんて話をしたところで、あの、手段も分かんなかったらからやから、当たり前のように目的も分からないわけですよね、というところで、あの、まあ、だから、 その目的は何だっていうところに立ち戻るっていうのが必要だとは思うんですけどもその結果的に書く内容がわからなかったというか,、まあ、書,か書くどういうふうに書いたらいいんでしょうかみたいなこう話だったりもするからあの私自身そこを、ね、自分だったらどう答えようかなって思った時に、まあ、ちょっとこれいつもあのこういうふうに思ってますっていう があってまあまあちょっとその話がちょっと今日のポイントになるんですけどもあのー、結局そのそこに書けるような行動をしてるんですかっていうそ,そこに私は基本的にいつも行き着きますまあそれって何かっていうとその多分そのこうなんとか手帳とか使うとこう何かこう説問があって空欄が こうあるるよううなな感じになると思うんです要はあ,のあ,あなたはどう思いますかみたいな、えー、ことだったりとか、まあ、こういう行動を入れなさいみたいなことだったりもすると思うんですけども結果的にそれがこうも目的が分かんなかったから書けないみたいな、えー、そんなことだったりもするんですけどもただその逆に今度その質問がこうだからって っていうことととであるとするすまあ答えがきっと最初から用意されてるはずでその用意されてる答えが何なのかっていうのをこう逆読みしちゃう方がまあ何て言うんですかねその穴が埋まるみたいな話なんですけども結局まあ手帳の話のもうほとんどは基本的にそれを やったかやんないかみたいな話なんですね。要は結局行動したかしないかみたいな話なんで、あの早い話が、ちゃんとその手帳にかけるような行動を、質、うん、問が何でそれ、それに対する行動が何かっていう行動をきちんとしてれば、まあ、そこのところ埋まるはずなんですよね。で、その,あのこ行動したら埋まるっていうことなので、あのちゃんとその行動をして、 あのしてしまえば、変な話なんですけど、目的なんか分かんなくても、こうきちんとこう、あ意図としてはこういうことを求めてるんだなっていうのはまあまあ読めるっていう、まあ結局ね、なんとか手帳っていうのを使いたいわけだから、まあ、あのな,なんていうんでしょうその、作った人の意図があるわけですよ。あの要は監修者とか なんとか式手帳とかっていう話なんで。で、あの、そこのところのね、まあ、記入例みたいなのを見れば、なんかこういうことが書いてますとか、あのこ、こういうふうに書けばいいんですよみたいなことが書いあ書いてあることがほとんどだと思うんですけど、まあまあそこをね、よ読みさえすれば、あの、ね、変な話ですけど、あの、埋まります。あの、で、まあ、残念ながら、こう、そういうのってね、 あの国語力というか、要はまあ日本人大好きなんでしょうけど、テストやって理解できる、うん、読解力があるかみたいな、まあ、そういうことを問われているんですけども、まあ、残念ながらね、本を読む機会が少なかったりとか、まあ、その自分で文字を書くことが、まあ、こんなにこうメールとかが発達しているにもかかわらず、まあまあ、箇条書きに近いような感じなんで、文章がちょっともう要は書けないんですよね。 だからあの、残念ながら、そこのところをこうあの読み解く力もちょっと弱くなっちゃっていて、まあ、結果的に言うと、何をこれが言,言いたいのかとか、うん、それがね手段で、出題者が何を求めてるのかっていうのが目的だったりもするんで、そのどちらも理解ができなくて、何を書いていいか分かりませんみたいな、そんな、あの要は、説問をしてくるわけですよ。なので あのざ残念ながらなんですけども,もう答えをちゃんと見て、まあ、そこからあの皆さんこのまたお得意の逆算をすればいいと要はあ答えがこうだからこういう行動をしないと答えが生まれないっていう、うん、そ,そういうことであるのであの結果的に言うと目的が分かったところで、うん、手段をどうすればいいかっていうかその手段を 行動することができなくなるっていうか、できないじゃないのっていう、あのそこのところに行き着いてないんですよ。だから、あのまあ、私自身は、まあ、目的は、まあ、あの今日話し,今話したようなこと、要は出,出題者が何を考えているのかっていうのを、まあ、逆読みしてくださいと。で答えも見てくださいとで。それに合うような行動をしてくださいと。 まあその行動してくださいっていうところが一番あの味噌なんですけども、その行動をちゃんとすれば手帳なんか全部埋まりますわという、そ,そんな、えー、まあ言ってしまえばひねくれた回なんですよねみたいな話なんですけども、あの少なくとも、目的をその調べてくださいとかっていうことを返したところで、相手は理解もしてませんよっていう。 うん、そんなことだじゃないかなというふうに私はお思ってます。あのいは、ばかにしてるということに限りなく近いかもしれないんですけども、あのただあの、残念ながら先に答えを教えちゃった方が、うん、その人にとっては私は早いんじゃないかなという。で、そのやり方を理解した上で、今度、じゃあ目的何って話をした方が、多分私はいいと思います。という、そんなことだったりもしますということで。まあ、ちょっとその えっと、メルマが一つ取って、なんでアげがし取ってんだみたいな話なんですけども、まあまあ、私は少なくともそんな風に思いましたというところです。まあ、ちょっとその長くなっちゃったんですけども、んなんかやっぱりそんな風に思ったっていうのがちょっと正直なところですというところです。なので、あのー、やり方がわかんないんだったら、えー、やれるような、えー、説問に答えられるような行動をしてくださいと。あのもっと言うと、えー 手帳に書けるような行動をしさえすれば、えー、手帳が真っ白になるなんていうことはありません。でまあさらにさらに言っちゃうと、えー、100均の手帳でもそんなことは実現可能ですということです。だからまああのなんとか監か督手帳っていうのでお困りでしたら本当になんかこうきっちりした行動を取れてで、えー、それをこう手帳に書くという、まあ、そういう 行動をしっかりしていれば私は、まあ、あの手帳がうまくいかないなんてことはまあありえんでしょうねと、まあ、かなりそれって理想系な話ではあるんですけどもあの少なくとも初期みたいな初級みたいなところからあの脱出したいというか、まあ、その手帳をこう設問してまでうまく使いこなせたいっていうことであればまあ,あの今は無理かもしれないんですけども そういうところを目指すっていうのが必要じゃないかなっていうふうに思っていますというのがまあちょっと今日思った感想ですというところですまあすごい長くなっちゃったと思うんですけどもあのまあその質問した本人にも届かないだろうしまあ回答した人にもまあ多分届,届かないような話ではあると思うんですけどまあちょっとそんなふうに思っちゃいましたというところでした。 ということで、えー、ちょっとダラダラと話してみましたが、今日の,あの手段か目的かみたいな話はちょっとそんな風に思いましたというところです、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆史がお送りしました。それでは。